皆さんどうもこんにちは。今回は平屋でよくある後悔トップ3ということでお話をしていこうと思います。というのも最近平屋がものすごく流行っています。例えばツイッターの DM や公式 LINE から来る相談でも20代後半の夫婦が平屋を要望していたりするんですよ。しかも1件や2件の話ではありません。今年の5月からカウントしてなんと24件も平屋に関する相談が来ていたんです。すごいですよね。確かに将来のことを考えると平屋ってものすごく効率的です。例えば2階建てと比べて平面的な広がりが出るのでリビングが広く感じたり、あとは生活空間が上下階で分断されていないため将来使わないスペースが出てくるなんていうこともないんです。だから人気が出るのもよくわかるんですよ。わかるんですが、実は平屋には注意しないと建てた後になってがっかりする三大がっかりというのが存在するんです。じゃあその3つって一体何なのか、今回はそれぞれの項目と理由、そして対策方法について深掘りをしていきます。裏を返せばこの3つさえ対策しておけば平屋に関してはいい間取りを作ることができるということでもあります。これから平屋を建てようとしている皆さんはぜひとも最後までご視聴ください。このチャンネルは元ハウスメーカー勤務でかつ銀行で不動産の融資担当をしていた私がマイホーム購入の攻略方法をお伝えするチャンネルです。今現在ありとあらゆる人脈を使って優秀な住宅営業マンとお客さんをつなぐ活動を行っています。一味違う優秀な住宅営業マンを自分の担当にしたい、そう思う方はぜひともツイッターから DM もしくは公式 LINE からご連絡をいただければと思います。それではやっていきましょう。はい、まず一つ目のがっかりポイントは周辺環境の影響をもろに受けてしまうということです。というのも平屋って1階建てじゃないですか。だから工夫しないとリビングから見える景色や室内の明るさに支障をきたす可能性があるんです。なので設計の段階でリビングから見える景色と室内の明るさに関しては考慮して間取りを作らないといけないんです。イメージがしやすいように具体的に説明をすると、例えば都心部にある家のように敷地めいっぱいに平屋を建てるとしますよね。そうすると道路や近隣からの視線の逃げ場がなくなってしまうんです。わかりやすく言い換えると通行人や近隣住民からの目線が気になってしまい、年中朝から晩までカーテンを閉め切る状態になってしまうということです。さらにこの状態というのは家の中に太陽の光が入ってこない原因にもなるわけなんですよ。せっかく念願のマイホームを建てたのにカーテンとばかりにらめっこをして、さらには日中も部屋が暗く照明をつけないと生活ができない、まあ、そんな家だったら嫌ですよね。なのでそうならないためにここで皆さんにチェックしてもらいたいポイントが2つあります。それがゆとり、そして建物と庭のつながり、この2つなんです。例えば先ほど例に挙げたように敷地めいっぱいに平屋を建てるのではなく、敷地と建物の間にゆとりを持たせるんです。そうすれば通行人や近隣住民からの目線を防げますし、さらに工夫次第で日中もカーテンを開けっぱなしにできる開放的な間取りを作ることができるんです。また敷地にゆとりがあれば建物と庭のつながりを作りやすいため、外と内の境界線を曖昧にして広さを強調した間取りを作りやすいんです。このあたりに関しては以前の動画でも説明している内容ですね。なのでまとめると、そもそも平屋を建てる場合は土地の大きさと建物の大きさ、このバランスとそこから生まれるゆとりが重要であるということ、そしてそのゆとりをうまく活用して庭を作り込むことで通行人や近隣住民からの目線を遮りつつ、内と外につながりのある家を建てることができますよというお話でした。ただしここでそんなこと言うけれどそれってめちゃくちゃお金がかかることじゃんって思われた方もいるはずです。確かに平屋は2階建ての家に比べて基礎と屋根の面積が多くなる分高くなりやすいです。でもそもそも敷地が大きすぎて外構に多額のお金がかかる場合、1階が大きく2階部分の面積が少ししかない間取りの場合、2階部分に無駄な廊下が多い間取りの場合、巨大な吹き抜けや大きなベランダがある間取りの場合などなど、こういった条件に当てはまる場合は2階建てと比べても平屋の建築費用はそこまで変わらないという場合があります。
本当は平屋を建てたいんだけれど金額が高くなりそうだし自分たちには無理だと諦める前に担当者に一度相談をしてみてください。続いて2つ目のがっかりポイントはプライベートがないということです。平屋って良くも悪くもワンフロアなので自分のプライベートな空間が少ないんですよ。だから例えば来客があった時なんかは夫婦ともに顔なじみの友人であればいいんです。でも片方しか面識のない友人が来た場合2階建ての家に比べて逃げ場がありません。さらにそれに加えてワンフロアであるがゆえに音や匂いが各部屋に漏れやすいんですよ。だからもし仮に寝室や書斎に逃げ込んでもほんの気休め程度にしかならないんです。ただこういう話をするとなら単純にプライベートな空間を確保できるような間取りを作ればいいじゃんって皆さん思うかと思います。でもこれが難しいんです。というのも平屋ってその特性上プライベートな空間を作ろうとすると廊下が増えて廊下が増えると暗い空間ができやすくさらに施工面積が増えるので金額も増えるという負のループが発生しやすくなるんです。そしてこの負のループは一度はまるとそうそう簡単には抜け出せません。例えば昔私が担当していたお客さんは最初28坪の家だったのに打ち合わせをすることにどんどん肥大化最終的には35坪の平屋を建てることになったという経験もあります。35坪の平屋ってかなり大きい部類ですからね。それもこれもプライベート空間を作るために廊下の面積を確保したためだったんです。じゃあこれらを対策するためにはどうしたらいいんだという話なんですがそれは廊下の面積、明るさ、プライベート空間この3つのバランスが取れた間取りにするということです。そしてそれは担当の設計士がいかに最初のゾーニングをうまく作れるかこれに全てがかかっています。平屋って2階建ての家に比べて間取りの作成難易度が高いんです。そしてその難易度は家の大きさが大きくなればなるほど顕著に上がります。なのでできれば腕の立つ設計士に間取りを作ってもらうということそしてそれが無理なようであれば廊下の面積、明るさ、プライベート空間この3つのバランスが取れているかどうかを確認してください。そして最後に3つ目のがっかりポイントは水回りへの配慮が足りないということです。これは平屋あるあるなんですが2階建ての間取りを作る感覚で平屋の間取り作りをする人が結構多いです。でも実際は先ほどもお伝えした通りで2階建てと平屋って間取りの作成難易度が全然違うんですよ。例えるならチャーハンみたいなものですね。チャーハンってご飯を炒めるだけだから一見すると簡単そうじゃないですか。でも実際に自分で作ってみるとべちゃべちゃのチャーハンになりやすいですよね。まあそんな感覚で平屋だから間取りを作るのは簡単だろうって思う人が多いんですが実はそこには家庭で作ったべちゃべちゃチャーハンとお店で出てくるパラパラチャーハンくらいの差があるんです。そしてその結果どこに一番差が現れやすいのかというとそれが水回りなんです。ただ水回りって言っても確認するポイントは2つだけでそれが室内物干しの位置と大きさそしてトイレの個数この2つだけです。というのもべちゃべちゃのチャーハンになりやすい人が作る間取りって先ほどもお伝えした通り2階建ての間隔で間取りを作るんです。だから例えば室内物干しの位置と大きさに関して言えば何の工夫もないことがほとんどです。でも平屋を作るのであれば室内物干しの位置や大きさの確保っていうのは死活問題なんですよね。だって意図して作らない限り平屋には2階建てのようなベランダスペースは存在しませんからね。ただ中にはなんとなく洗面所に室内物干しスペースを兼ねて提案する人もいるんですがそれをやるならきちんとした大きさの洗面室を確保してあげないと使い勝手が悪くなります。またトイレに関してはなぜか平屋だからという何の根拠もない理由で1個あればいいと思って提案してくる方が割といます。ただ平屋や2階建ての家に関わらず本来そこに住む人の人数そして来客が多いのか少ないのかでトイレの個数って決まってくるものなんですよ。だいたいどんな狭小住宅でもトイレは2つあるわけですから基本的には平屋でもトイレの個数は2つあった方がいいんですよね。とまあこんな感じで2階建ての間取りを作る感覚で平屋の間取り提案をしてくる人が実際に存在します。自分の設計担当がべちゃべちゃチャーハンを作る人なのかそれともパラパラチャーハンを作る人なのか
これを見極めるのはなかなか素人では難しい部分です。なので水回りに関しては室内物干しの位置と大きさ、そしてトイレの個数、最低限この2つはチェックしておいてください。ということで今回は平屋でよくある後悔トップ3、そしてそれぞれの解決方法についてお話をしました。ぜひとも参考にしてみてください。それではまた次回も会いましょう。バイバイ。